秘院通り姿順次18年3月29日は中国の民末新書の臨済州天道派の前奏。人間流起の死として知られる。属性は何方位名は通り姿。号は秘院。復州府服政権の出身。7歳の時父を12歳の時母を亡くし、14歳で美保寺の栄算について出家。 数定三年七月に高爆山満福寺において、密雲、窓か悟るの法師となり、臨在州、第三十一伝となる。数定六年に、密雲から満福寺十字を継ぎ席、因玄竜期を西道としすぐ後に、不法。数定十年因玄に源流と法医を授ける。その後、雲州府栄華憲法を通じ、開園献金、もみ山広史恵司、寧波府、 県天堂山慶徳寺、松江府家庭県長家寺、河口府、ストック県福岩寺、高州府、あまり区県定産強制万寿寺,寺、蘇州府つね塾県恐れ山ゆいイ院、ワイアンフウエン城県、栄安市院などの寺院を積極的に巡り、臨在の法をお伝えし密運と併称された。晩年は、福岩寺に移り、順次18年3月29日、自弱する。 横飛吹ぶき69。因元を含め64人にも司法師多くの門弟を育てた。密運、窓か悟が開いた、臨在州天道派の中で、唯一秘院の門流が盛んとなっている。順次10年うるう6月、秘院は、法師百地域先や段落ちの序章児、利子在らと全州の支援書、古藤玄密を編集して刊行南宋の、 後藤栄元を引き継いだ南宋以後の宋伝を掲載した。その意図は、前輪の乱れを食い止めし、法伝承の正常化を目指すことにあったが、総統衆辺、角清柱の後藤栄元俗略に対抗した内容となっており総統衆より、臨在衆が優れていることを示した。すなわち六宗、へ野を宋し下の南岳系が、制限系より優位であり、 さらに総統州の都合森大元鏡、A 里志元県は、司法伝承されておらず、無名経行、単年延長についてもその司法は、不明確であると独自の主張を立てた。これに対して、三義名誉、縁門上中らが激しく対立し、その流通を阻止するために、石膏商府に訴訟した。この結果、品は敗訴。後藤、玄三の反義は、正規処分となってしまう。 品も計算強制万十字を退出せざるを得なかった。その後、参議名部とは和解し品も計算十字として戻ることを許されている。明暦3年、品の方針源流器は一前性通るなどの指示を受けて、摂津府門福本寺において、古藤玄光を重告した。古藤玄光は日本で広く読まれ、復刻本が大陸にも伝わった。ありがとうございます。